バルメットは、紙、パルプ及びエネルギー関連の技術、サービスを取り扱う、グローバルサプライヤー。フィンランドエスポーに本社を置き、世界35カ国に拠点を持つ、ナスダックヘルシンキ上場企業。バルメットの直接のルーツは、1938年に、ユバスキュラで設立された、バルティオン社であり、戦争に備えて、大砲の部品製造や修理を行う。 フィンランド政府出資の国策企業であった。フィンランドが第二次世界大戦の敗戦国となり、戦勝国のソビエト連邦から賠償として、重工業製品の供給を要求される中、バルティオン社は他社との合併により1951年にバルメットとなり、その後1950年代前半から、正式の製造を開始、紙、パルプ産業のサプライヤー事業が、 会社の柱となった。バルメットのルーツは、バルティオン社以外にも、フィンランド、スウェーデンを呼び、北米大陸の多数の企業に渡っており、その最古の事業は1759年に、スオメンリンナの要塞に設立された、バイアポリ造船所となる。その後、タンペレを拠点とするタンペラ社や、スウェーデンの同業、KMW 社、 カナダのドミニオンエンジニアリングワークスなどを併合し、紙、パルプ産業関連以外の多様な産業を含む企業グループへと規模を拡大したが、1998年11月、バルメットと工業やプロセス産業向け機器メーカーのラウマ両社の取締役会が合併を提案、翌年7月に合併による新会社、バルメットラウマが発足。 一ヶ月後の8月に社名をメッツォに変更した。2013年10月に開催されたメッツォの臨時の取締役会で紙パルプを呼び、パワー事業の分社化が決定され、同年12月にバルメットの社名で分社化、再び独立した企業となった。2015年1月、メッツォのオートメーション事業を買収した。現在のバルメットは、 エメアでの売上が46%のほか、アジアオセアニア地域での売上が38%、南北アメリカ地域の売上が25%であり、事業別では、機器販売が54%、アフターサービスが37%、オートメーション関連が9%となっている。フィンランドの国営投資会社、ソリディアムロイが、株式の約1割を保有している。日本法人。 バルメット株式会社は2003年9月に設立されたメッツォの製紙、パルプ関連事業担当の日本法人、メッツォペーパージャパン株式会社を前身とする。本国でのバルメットの分社化に伴い、2014年1月にバルメットの日本法人となった。東京に本社を持ち、岡山市及び札幌市に拠点が置かれており、正式やパルプ設備、 白種制御システムなどの輸入、販売やアフターサービス事業を行っている。過去にバルメットが取り扱った分野は幅広く、飛行機、自動車、機関車、選定、武器、家電製品などが含められている。フィンランドサーボンリーウナのバルメット工場で、サーブとともに1970から1992年に自動車が製作された。 フィンランド国内市場向けサーブ自動車のほか、サーブ90やサーブ900カブリオレは、前代バルメット製。あとに、バルメットオートモーティブと改称、現在は主に少数型の自動車を製造する。その中にポルシェボクスターやポルシェ987、K マンがある。バルメットが運営した12社もの造船業の中、最大は、ヘルシンキ造船業だった。 フィンランド海軍の造船もバルメトの管理した。トゥルクにあったレイアベタリススオイが主にロシアの運河に適用した小型運船を建造した。バルメットの造船業は全部1987年にバルチラに売却される一方、バルチラのセルロース工業がバルメトの参加に入った。 欧州の造船業なんで、元バルメット造船業はほぼすべて停止し、残っているのが、アーケルフィニアード産科のブオサーリ工場である。バルメットのトラクター産業は現在、バルトラに継続される。フィンランド国防軍が採用する、RK62 などを製造していたが、同じくフィンランドの重機メーカーである、サコ社に買収された。スウェーデン梅オに拠点を置く。 林業機械メーカーであり、ボルボとバルメットの共同会社であったバルミット、ロギンスは、バルメットトラウマの合併後も、小松製作所の子会社の小松フォレスト AB として、存続し、知名度の高いバルメットの称号を2011年まで、その林業機械に使用していた。ありがとうございます。